ショーン・マクドナルドはウェールズ・スウォンジー出身の同国代表プロサッカー選手。クルー・アレクサンドラ FC 所属。ポジションは MF。地元クラブであるスウォンジーシティ AFC でプレーを、始め2005年8月のレディング FC 戦でトップチームデビュー。2008年8月のブレントフォード FC 戦でプロ初ゴールを決めた。その後は、 リーグ1のヨービルタウン FC に、計5回期限付き移籍した。スウォンジーには6シーズン在籍したが、結局レギュラーポジションを確保することはできなかった。2011年8月、推定移籍金12万5000ポンドで AFC、ボーンマスに完全移籍。2011から12シーズンは、リーグ1を2位で終え、チャンピオンシップ昇格を達成した。 さらに2014から15シーズンはチャンピオンシップを制覇し、プレミアリーグ昇格を達成した。2015年10月17日のマンチェスターシティ FC 戦で、プレミアリーグ初出場を果たした。2016年8月、チャンピオンシップのウィガンアスレティック FC に移籍。2019年6月、ウィガンを退団し、 リーグ1のロザラムユナイテッド FC と2年契約を結んだ。2021年6月24日、クルー・アレクサンドラ FC に2年契約で移籍した。年代別代表では U-19 及び U-21 の出場歴がある。2009年6月にフル代表の初招集を受け、2010年10月のスイス代表戦でデビューを果たした。 その後、しばらくで番がなかったが、UEFA ユーロ2016予選のイスラエル代表戦で2試合目の出場を果たした。スワンジー・ボーンマス。ありがとうございます。